こんにちは、シュウです。今日ですね、珍しくこう街中走ってるんですけども、以前から気になってたモンベルの新山下店に向かってます。モンベルはですね、会社の近くにあるんでよく仕事帰りに行くんですけども、今日はですねバイクで行ける、モンベルに行こうかなということで、実は駐車場があるんですよね。今回の北海道ツーリングに合わせてちょっとモンベルの寝袋を買おうかなってちょっと悩んでます。なのでまずはちょっと大きさを見ないとちょっと決断できないんで、実店舗に行ってですね、ちょっと大きさをまず確認したいなと思っております。なんせね、ゴールデンウィークの北海道は多分寒いんですよね。なので、希望としてはもう最近冬キャンもすごくやるんで、モンベルの0番のですね、暖かい寝袋をちょっと検討してですね、大きさを見てちょっと考えたいなと思っております。まずはモンベルの説明をしよう。登山といえば軽くて小さいことが正義であるが、そこに品質も兼ね備えた商品だから、バイクキャンプツーリングとの相性もバッチリだと思う。モンベルは国内屈指の人気アウトドアメーカーで、豊富なラインナップの中でも寝袋は主力製品の一つだ。モンベルの寝袋といえば伸縮性があることで有名だ。しかし多くのラインナップからどのように選択をするのか。まずダウンの寝袋にするのか、あるいは化学繊維の寝袋にするのか。ダウンと化学繊維のメリットデメリットを説明しよう。ダウンはコンパクトに収納できるが、水に濡れると保温性が低下し値段は高い。化学繊維は安くて水に濡れても保温性をキープできるが収納時のサイズが大きい。値段と大きさのどちらを優先するかがキーポイントだ。次に快適温度域、使用可能温度域、危険温度域の3つの温度域が表記されていますが、特に注目すべきは快適温度域となる。モンベルでは対応温度域によってエクスペディションから7番までのモデルがあります。数字が小さくなるほど保温性が高くなり、目安としては2番以下が冬用、3番が春秋用、5番以上が夏用です。よって週は冬キャンもするので値段が安くて冬も使用できる化学繊維の0番を検討しており、よって寝袋の実際の大きさを確認したくて店舗に向かっているのだ。着きました。ここですね。ここってどこに駐車場があるんだろう。おお、うわ、これバイク止めるとこあんのかな。ありそうだよね。よし、
これはないな。はい。小さくならないよね。ですよね。そうですよね、これ見るとそうですよね。あでもダウンで、あそうか、これって値段同じなんですか、こっちの高いんですか、ちょっと、こっちは、値段は0番こっちは56,000円、だから値段が高くなるのか、なるほど。 あと650っていうのもありますか。あ、そうそう、800しかなかったから、ちょっと待って、あ、いいですか、はい、ちょっと音少し変わるんですけどね。本当だ、コンフォートマイナス8、あ、そうなんです、ね、2度ぐらい低い音で、なるほど、ちょっと量が多い、あ、これと同じぐらいの大きさかな。ただ、ダウンハガノが小さくなりますか。あ、これをもっと、はい、詰めれば、詰めれば、はい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 、そっか。はい、ということで、買いました。まずダウンハガ650を買いました。あとですね、ダウンなんでちっちゃくできるってことで、このコンプレッションっていうのを買いました。なんか旧商品で割引になってましたんで、これでもうちょっとこう小さくできるみたいですね。とあとなんかいろいろ渡されましたね。おお、カタログか。おお、カタログですね。はい、結局ですね、ダウンハガー650の0番を買いました。いやー、やっぱりですね、ダウンを見ちゃうと欲しくなりましたね。もし化学繊維の安い方を買ってですね、後からやっぱりダウンが欲しいなとかなりそうだったんで、もう今回はダウンを初めて買いました。これでですね、おそらく今回の北海道および、冬キャンもですね、楽しめるんじゃないかなと思います。次回ですね、できればもう一回北海道行く前にですね、キャンプをこの寝袋を使ってやってですね、ちょっとインプレしたいなと思ってます。ではまた。